鉄道連絡船。鉄道連絡船は、鉄道輸送において、本土、離島連絡など関与、故障などの水面によって隔絶され、鉄道軌道を設置することが困難である場合に、両端を連絡する目的で、当該水面上に設けられた航路に就航する船で、ある。当該航路自体を指すこともある。講義には、鉄道会社内市は、その関連会社が管理。 運行するものを指し、競技には鉄道輸送と一体となって効率的な輸送を行うために鉄道軌道を船内に設置した船舶、車載客船、車両都船を特に建造して鉄道車両を輸送するものを言う。世界的には車両構造を行うものを指してトレーンフェリーと呼ぶことが多い。また日本では旧国鉄が運行した航路全般を指すことが多い。 過去の海難事故より、車載客船は自動車用、フェリー、カーフェリー同様の安全装備、接客設備等が義務付けられる。車載客船では並行して自動車構想を行っている場合が多い。日本でも宮島連絡船が自動車構想を行っており、過去の青函連絡船、大島連絡船でも行っていた。なお、アメリカ合衆国では、 1950年代まで鉄道連絡船のことをカーフェリーと称していた。今日ではカーフェリーという言葉では日本と同じく自動車用のフェリーを指す。1833年にイギリス、スコットランドのモンクランドキルキンティロック鉄道で車両を搭載する船を運航した。1836年4月にはアメリカで最初の鉄道連絡船サスケゴを ザ・サスケ花が・ハナがメリーランド州のハバード・グラースの間のサスケ・ハナ川に就航した。最初の近代的な設計のフェリーであるリヴァイア3号は1849年にトーマス・グレンジャーによりスコットランドのグラントンの間でホース湾を横断するためにエジンバラ・パースオダンディ鉄道向けに設計された。この連絡船は鉄橋が建設されるまでの一時的な 連絡手段として考えられていたが、トーマス・バウチが設計した提供の崩落事故の影響を受けて、建設が遅れ、開通したのは1890年のことになった。バウチはまた、連絡線への積み込み機構の設計も行っている。車両構想とは、鉄道連絡線において、航路を挟んだ、鉄道同士の輸送を円滑に行うために、鉄道車両ごと連絡線を使用して運搬する。 方法のことである。このためには、船体、甲板に軌道を有した船を使用し、また岸壁では船に接岸する際に軌道を連絡させるように、格折れに対応した特殊な桟橋を使用するなど、高度な技術を持つ必要がある。ヨーロッパの例では、自動車構想を並行するために、車両甲板を鉄道、自動車併用にしている例もある。日本では別途設置されていた。しかし、 鉄道車両ごと乗客、貨物の移動が可能であることから、貨物については積み込み作業の効率化につながり、旅客の場合、列車と船の乗り換えや手荷物の移動などの手間が省ける。鉄道車両の構想を行う船舶のことを車両都船と呼び、車両都船のうち、旅客設備のあるものは、客はじめ車両都船と呼ぶ。また、客はじめ車両船のうち、車両構よりも、 旅客輸送に重点を置いたものを車載線と呼ぶ。車両構想は輸送する車両区別により貨車構想と客車構想とに区分される。ヨーロッパでは客車構想が現在でも行われているが、日本では1948年12月の1955年5月11日までの極短期間に行われたに過ぎない。当初は1946年2月21日より、 運行を開始した連合軍専用列車1101.1102列車で開始され、一般の日本人が利用できるようになったのは1950年の急行列車道の区からとされるが、1954年9月の青函連絡線の東山丸事故、1955年5月11日の右行連絡線の春丸事故により相次いで廃止された。また、 カーフェリーでも公開中は、車両看板に立ち入ることができなくなった。貨物輸送については、日本の場合関門連絡線において始めたのが、最初と言われ、後に、青函連絡線、向航連絡線まで拡大、共に通常運行終了まで行われた。これは、旅客とは異なり鉄道貨物の場合、鉄道事業者である国営、公社であった日本国有鉄道のみが、 独占的に取り扱ってきたことや、郵便物の輸送等で、輸送量そのものが本土4等を結ぶため、膨大であったことが挙げられる。車両構想に用いる鉄道連絡線では、船の中のあるデッキ、車両甲板に線路が敷かれており、全部、または後部、またはその両方に扉を備えており、桟橋と接続して、車両の出し入れができるようになっている。三橋には、 可動橋が備えられており、潮の満ち引きにより、水位が上昇、下降するのに合わせて、適切に地上の線路と船を接続するようになっている。通常の船の甲板や戦争に、鉄道車両を搭載することもできるが、専用に建造された鉄道連絡線は、車両の積み下ろしがより早くでき、何でももの車両を一度に積み下ろせるという利点がある。 ノルウェーの1965年に建造された鉄道連絡船スカゲラック号スコジャックは1966年9月7日にノルウェーのクリスチャンさんとデンマークのヒアツハルスを結ぶ航海の途中に荒れた海によって後ろ側の車両看板扉を破壊された後強風によって沈没した一人の乗客が負傷がもとで後に死亡し6両の 貨車と多数の自動車が船と共に海に沈んだ。同様の事故は、1970年4月19日に、ケープ・ブレトン等の北東岸沖で沈んだトロール船の、捜索救難活動に参加していた、カナダの鉄道連絡船、パトリック・モリス号、パトリック・モリスが沈んだ際に起きている。9メートルを超える波により、後部扉をもぎ取られて、船体を守るために位置を維持しようとしている。 ところであった。30分以内に沈没して何両かの車両と4人の乗務員がカボット海峡の底へと沈んだ。生存者は47人であった。日本の東野丸事故では車両甲板扉自体を設置しておらず、ここから海水が船内に侵入した。侵入した海水は船の復元力を奪うほどの量ではなかったものの、 漏水で期間が停止して操船が不可能になり、暴風の中で沈没につながることとなった。鉄道連絡船は、鉄道車両をレールに乗せたまま輸送するという特性に、関連した以下のような弱点を持っている。ミシガン州のアンアーバー鉄道が、他の多くの会社でも採用された車両固定方法を開発した。スクリュージャッキが、貨車の四隅に据え付けられ、貨車を、 若干持ち上げて車輪にかかる荷重を減す。チェーンとターンバックルで車両の台枠とレールが結ばれてきつく締められる。さらに輪止めを車輪にかます。担当のカンパインが公開中常に点検を行い、ターンバックルを締め直す。この方法により、高点下でも車両を効果的に固定しておくことができた。五代子では SS ミルウォーキー SS マルケットベッセマー台。 2、SS マークエットベッシマーナンバー2が失われている。これらの沈没事故は原因が不確定な点も残るが、船の後部の車両搭載口が保護されておらず、激しい嵐により水が侵入したことと関係している。結果として、新造船では搭載口の扉が義務付けられ、古い船にも改造して取り付けることになった。これに加えて、五代湖では、 木造の鉄道連絡船2隻が火災を起こしている。可動橋を使って搭載作業を行っている時にも事故が発生している。これは安定性が主な問題点である。鉄道連絡船は船内の線路の片側に車両を積載していない状態で反対側の線路に重い車両を乗るときにしばしば傾く。標準の搭載作業は 片方の線路にまず半分の車両を搭載し、もう片方の線路にいっぱいに車両を搭載した後に、最初の線路に残り半分を搭載する。この手順が守られないと、結果は悲惨なものとなることがある。1909年、SS アンアーバー第4、SS アンアーバーナンバー4が、ミシガン州マニスチークの桟橋で、左現側の線路に8両の鉄鉱石を積載した。 車両を搭載した際に転覆した。乗組員は命を失うことなく脱出に成功したが、引き上げ作業は費用も時間もかかるものとなった。1907年から1990年まで9隻の鉄道連絡船が使われてきたが、川を横断する橋が架けられて廃止になった。ルシャカーボー、ザ・マリア・パレラ、ザ・メルセデス・ラックローズの3隻は、 ウエノスアイレス州北東部にあるパラナ川を、とイベキの間で横断していた。1913年に、外輪船のローケイソンズペーナとハビアアラモスマホアが、ミシオネス州の南西側でやはり、パラナ川を横断する道に加わり、の港を利用した。1928年、デリフィーナ・マイター、ドロレス・デアック・イーザ、カルメン・アベイネダの三隻が建造されて、 ザラティーベキ観光路の三席を置き換えた。最初の2席は貨物船との衝突事故で沈没した。新しい型の三席のうちの2席は今でもザラティ地方で浮き桟橋として使われており、残りは売却されて橋家やスクラップとなった。ポサーダスの2席の連絡船は今でも残っており、うち1席は内部を鉄道博物館にしている。これらの8席の連絡船は グラス号のポイントハウスにある JA イングリスが建造し、アルゼンチンのエントレイリオスレイルウェイズによって運用された。9番目の連絡船、タバレはアルゼンチンで1966年にアストルッサにより、ブエノスアイレス南方のラプラタスバのリオサンティアゴ造船所で建造された。今でも存在しているが運行されておらず、ブエノスアイレスの古いドックにいる。 車両構想橋家はタグボードが引く橋家に車両を乗せたもので鉄道連絡線の一種である。キューバとアメリカ合衆国を結ぶカーフェリーや鉄道連絡線は全て米国の対キューバ金融措置により運行が中断されていた。両国の国交回復に向けた動きの中で2015年5月5日にアメリカ合衆国財務省はフロリダとキューバを結ぶフェリーの就航に向け 少なくとも4社の運行会社に事業免許を交付したキューバのトケけト港貿易規制の緩和。車両構想をするフェリーではないが、エジプトの 1435mm ゲージ区間とスーダンの 1067mm ゲージ区間を連絡している。どちらの航路もフェロビエデロスターとイタリア国鉄の参家の管理会社フィーのさらに子会社のブルービアが運行している。 現在、本土とシチリア島を結ぶ便は、頻繁に定期運行がなされているが、本土とサルデーニャ島を結ぶ便は、本数が少なく、実際の交通需要に応じて日々運行されている。イタリアの鉄道連絡船に関して、非公式のページであるがこのページで詳細を見られる。キャスピオンシッピングカンパニー、キャスパーは7隻の鉄道連絡船を所有し、 さらに2隻を建造している。イランの項目も参照。必ずしも鉄道車両構想ではないが、連絡船がインドとスリランカを狭い海峡を横断して結んでいる。必ずしも鉄道車両構想ではないが、連絡船がエジプトの 1435mm 機関とスーダンの 1067mm 機関の区間をナイル川経由で結んでいる。他に、 スーダン南部のジュバとウガンダのオナイル川に沿って結ぶ連絡線が運行されている。これらの航路はすべて貨物列車と一部では自動車を積載するのみである。ただし、マルメとドイツのベルリンを結ぶ夜行旅客列車がトレレボルイムクランの連絡線を使用している。日本では旧国鉄が運行した航路を指すことが多い。国鉄が運行した航路には 鉄道館を連絡するために開設した航路の他に、民間鉄道会社が運行していた航路を買収後、引き続き運行したものも、まれるため、宮島航路などのように、鉄道館連絡という性質が全くない航路も、あったが、それらも、鉄道連絡船と称する。国鉄時代、すべての船舶は、船石港を、東京港としていたが、分割民営化後生館航路は、 箱館港、宇航航路は、高松港、宮島航路は、広島港が潜石港となった。これら3航路は、それぞれ関門鉄道トンネル、瀬戸大橋、青函トンネルが完成したため、使名を終えて廃止となった。鉄道連絡線の多くは、鉄道路線の延長、太平洋戦争敗戦による領土の喪失、トンネル及び橋の完成。 利用客の減少などといった理由で廃止されている。なお、現在、チック航路に相当するっかないコルサコフ間には、北海道サファリン航路が、カンフ航路に相当する下関付山間には、カンフフェリーが、広間航路に相当する博多付山間には、カメリアライン、j r 九州高速線の、ビートル、韓国の未来高速の、コビーが運行されている。また、フェリー、 右行国道フェリー2012年10月17日の運行をもって運休などのように国鉄 JR による航路が廃止された後でも同区間に車輸送や地元の便を図った民間の航路が存在する区間は数多く存在する。しかしこれら路線は広大な車両待機所を確保するために港の位置が鉄道の駅から離れていることが多く鉄道連絡線とは言い難い。 観光色の強い箱根観光線の場合は、箱根登山鉄道、箱根ロープウェイとの間に、相互連絡協定があるものの、普通は、鉄道連絡線とは言わない。同じように、鉄道事業者の系列会社が、観光地などへ航路を運行している例はいくつか、見られるが、自動車構想を実施している上記の宮島航路や、南海フェリーなどを除いては、鉄道連絡線とみなさないのが、 一般的である。利用可能な区間は下記である。アジア横断鉄道の構想ではいくつかの鉄道連絡線が含まれている。鉄道連絡線の反対が、連水鉄道、ポーテジレールウェイである。鉄道連絡線が陸路のない場所を結ぶのに対して、連水鉄道は川や海などの航開可能な場所がないところを鉄道で代行するもである。例えば、 パナマ運河ができるまでの間パナマ地峡鉄道が大西洋と太平洋を結ぶ役割を果たしていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。